はい、今の体の映画のね金額で考えてもこれバッテリー切れちゃったんですよ。で後半ですこれね、金額で考えてもね、まあすごいなと思いますけども、でもどうなんですかね、体の映画ってやっぱりこう2000円から1万7000円の間がターゲットになってますから、悪く見積もっても今の価格の、まあ、5倍ぐらいには、1000円ぐらいにはなっていくのが今年とか来年に起きるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、今年起きるかもしれないですね。あの暗号通貨って知られれば知られるほど、じゃあ買ってみようかなって人は増えると思いますし、それから増えれば増えるほどね、規制ってものもかかってくると思うんですよ。要するに資金が一般銀行から暗号通貨の世界に流れることを止めないといけないですからね、やっぱりね。暗号通貨ってすごく便利なんですけども、やっぱり税金がすごく高いので、暗号通貨にこうなんですかね、フルスイングできないところもあったりするのかなと思います。でもそれも加味してもね、プレセール組はとりあえずはいけてたなっていうところですかね、うん、まあいろいろとグダグダと考えることはあるんですけど、私もまああのね、ノクさんとこうやってカルダネーダの世界で、うん、過ごせてすごくありがたいなというところですね。まあ新潟のねナミさんもプレセール組で今ステーキングかけてね、もう報酬が入るところずっとレポートしてくれてるんで、あ、ナミさんも良かったねって感じです。ナミさんに至っては私出会いがですね2013年とか2012年なんですよね。あの頃私がインターネットの世界に入って、電子書籍のアプリとかをね、講座を購入して、まあ勉強したところだったんですよ。それで同じところにナミさんも生徒さんでいらっしゃって、その後すぐ私がね速稼塾を立ち上げた時に、ナミさんも私のことをね、あの応援してくださったという形になってね、懐かしいなと。うん、それいろんなねビジネス、いろんなものが出ては消えて取り組んじゃなくなってっていうふうに私もありましたね。で幹を貫いたのが初期の頃はアフィリエイトですね。アフィリエイトでサイトを1万個ぐらい作ってね、1万4000個になりましたけども、そっからの毎月報酬が200万から300万という形でしたね。まあそれは本当超労働だったです。超労働だったんだけども、いわゆるサラリーマン暮らしを私がした時の労働力の10分の1ぐらいで10倍ぐらいの利益なんで、だからねパフォーマンスは100倍違うんですよね。だからこれがインターネットのレバレッジの世界かと思いました。私の活動が近所の方にしか影響を及ぼすって形じゃなくって、より多くのマーケットに影響を及ぼすってことで高い報酬が得れたんだなと思いますし、インターネットの世界っていうのは一度あったことが繰り返されるんですよね、自動的に。そこがすごいなと思いましたね。でそういうことを体験するもんですから、ステーキングの仕組みも理解するのにそんなに難しいことはなかったんですよ。ということでね、これからできることといえば、カルダのエーダがもっともっと有名になって、もっともっと人気になって、もっともっと買ってみたいと思う方が増えること。ただ日本のユーザーさんはカルダのエーダ買うのがちょっと一手間なんですよね。だからそういう圧力があるんで売れていかないと思いますけども、これいずれですねコインチェックとかにカルダのエーダも上場すると思うんですよ。その頃のインパクト考えたらね、あっという間に5倍とか、エンジンコインとか OMG とかボカーンとね、加速しましたからね、価格高騰が。エンジンなんて50円で入ったのに今250円ぐらいですからね。私50円で買ってね、60円になった時に、ね、売ったんですけどね、本当にもうちょっと待っとけよと焦りますよね、その辺はね。ということでした。はい、カルダのエーダ、10万円勝負じゃないや、ノクさんだった。ノックさんお疲れ様でございました。本当これからもね、カルダネーダの話題をどん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  YouTube で出していっていただきたいと思います。私も出しますんでね。というのがね、 YouTube でカルダネーダの情報を出すと買う人が増えるんですよね。で今度はカルダネーダの簡単な買い方動画っていうのを作ってみてもいいのかなと思います、うん、ちょっと私もやってみますね。まあバイナンスに口座開いてそこから購入してみたいな手順になると思いますけども、やってみましょうかこれはね、ノックさん。そして3本目の柱、副収入、これなんですけども、不労所得ね、YouTube をたくさん作るとすごいですよ。私ね、だから1万本ぐらいでだいたい YouTube からの収入が10万円ぐらいなんですよ、1万本動画作って。だからこれを10万本作ったら多分毎月の収入100万になるんですよ。だから10万本ね、あと私8万7000本ぐらい作ればいいのかなと思います。これを例えば60歳ぐらいまでにやったらしっかりとした年金になるんじゃないかなと思いますけども、いかがですかね。来年まで、再来年までに10万本で考えるとちょっと先が思いやられるんですけども、でもね、あと10年後ぐらい、60歳になるまでに
動画10万本だったらこれはいきますからね。楽勝いきますよ。私はそこを目指していこうかと思います。動画をね、場合によっては外注して作ってもらうみたいな作戦もいるんじゃないですかね。だからね、名言集とかって誰が作っても一緒じゃないですか。昨日私名言集ちょっと試しにやってみましたけど、あの名言集みたいなのを外注してたくさん作ってもらってね、それこそ芸能人の名言集、映画の中に出てくる名言集、漫画の中の名言集、昔の偉人、そういう人のね名言集、大統領の、歴代大統領の名言集とかね、まだ日本の武士の名言集とかいろいろあると思うんですよ。でそういったものをいっぱい作ってもらうこと、外注で作ってもらうことによって自分のアカウントにアップロードすれば、それはねそれとしていいんじゃないかなと思いますよね。まあタイトルは私はね、あの隠居の名言集とかっていうのは私はできると思いますし、暗号通貨長者の名言集とかね、いろいろタイトルをつけてね、統一すれば自分と紐づければいいんじゃないですかね。ノックさんだったら、ノックのなんか心にしみる名言集みたいなね、大きいタイトルで、それで外注した動画をどん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 集めてくるっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。まだ他にもいろいろアイデアありますよ、モテるためのなんとかね。あ、神サプライズがいいですね、ノックさんは。神サプライズでいきましょう。ということで、次回までまたお楽しみに。神サプライズの動画またお願いします。いってらっしゃい。